はい。ゆったりぬるです。よろしくお願いいたします。本日はですね、みんな大好き韓国の話をしてみたいと思います。まあ、相変わらずやっております日本に対する不買運動。まあ、どれだけ日本のことが嫌いなのかと思い、いろんな思いがあるわけなんですが、結局ですね、韓国の方が不買運動している。まあ、日本に攻撃してやれってやってるわけなんですが、これまあ、いろんな意見があるわけでございます。まあ、実際どっちがダメージを受けてるのかって話で、 話題になってますが、まあ、私は個人的に韓国だろうなと思っておりました。まあ、そんな中、えっ、ー、とですね、アメリカの格付け会社、ムーディーズっていう会社があるわけでございます。まあ、これも、まあ、格付け会社、いろんな意見はありそうな気がいたしますが、まあ、一、情報としてはちょっと面白いのではないかと思って、本日紹介しており、みたいと思います。この韓国のムーディーズの格付け会社が、韓国の企業に対して、えー、格下げをするって話で動き出しております。 まあ理由としましては、やはり日韓の関係が悪化している。あとまあ、アメリカ、中国で揉めているんで、貿易がうまくいかなくなっているとか、いろんな要因があって、まあ、格付けが下げられるんではないかと言われております。 まあ、格付けが下げられるとどうなるかっていうと、まあ、貸してからしてみればあ、まあ、一つの指標として使ってるわけですから、まあ、この会社危ないねってなるわけですから、当然、金利が上がる。もしくは、貸さなくなるっていう動きをするわけなんで、まあ、韓国企業、まあ、苦しくなってくるであろうというふうな予測が立てることができます。まあ、自業自得と言ってしまえば自業自得じゃないですかね。日本を攻撃するためだったのに、意外と周りに回って自国の、 自国の経済の方が悪くなっている土地でございます。まあ、このまま続けるんでしょうかね。まあ、当然、えっとですね、韓国の方の企業が悪くなれば、まあ、通貨も弱くなりますんで、ウォン、安。で、結局ドルで借りてますんで、返済するとき負担が大きくなるってわけですから、またまたますます韓国経済苦しくなってくるんではないかなというふうに予測をしております。 まあ、相変わらず日本を攻め続ける韓国。まあ、竹島とかもいろいろ揉めてるようでございます。まあ、日本の領土なんですけどね。相変わらず、支配してるみたいな感じになってますよね。まあ、どうすんですかね。また、いろいろと、日本に泣きつくんじゃないかなと思いますよ。賠償性、ね、言ってくるんじゃないかと思ったら、いろいろ頭を抱えるわけでございます。まあ、 頼む前にやることはあるんじゃないのっていうのが私の意見ですかね。皆様どのように感じておりますか本日はですね、韓国の企業、民間企業がアメリカのムーディーズの格付け会社が格下げするんじゃないかって話をさせていただきました。ありがとうございました。それではまた。